回のこの茜という曲はとてもシンプルなサウンドになってるんですけども、歌詞は私が作詞をしていて、もう本当に自分のなんていうんですかね、素の言葉というか等身大そのままの言葉でストレートに歌っていて、本当にもうあったかい曲になってます。そうですね、今回は私がゾーンというグループを以前やっていて、それからこうやって永瀬美優としてソロデビューするまで約2年間ぐらいの、休止期間っていうのがあったんですが、そこからこうしてソロデビューするにあたっての、そこに至るまでにすごくやっぱり誰よりも自分の家族だったりとか両親の支えがあってやっと立ち上がれたなっていう思いがその時にすごく一番強く感じていたので、そういう親に対しての感謝の気持ちだったりとか、あとはその支えがあったからこそまたこれから新たに歩き出せるという、そういう前に歩き出すという気持ちも込めて書きました。今回は本当になんか自分のリアルな心境というかものを歌っているので、一番の B メロなんかでは私が本当に身近に感じていた景色、公園とかそう夕暮れのバス停だったりとか、そういう自分の本当にそのものの分かりやすい言葉で歌っているので、ぜひ皆さんにもそういう言葉を聞きながら自分でその懐かしい映像だったりとかそういうものを思い浮かべて、ぜひこの曲を聴いてもらえたら嬉しいなと思います。ソライストはですね、私が去年の5月に19歳の誕生日を迎えたというか、去年の私の5月の誕生日にバースデーライブを札幌で、地元札幌でやらせていただいたんですが、その時に私がこういうライブをやりたいんだと言った時に集まってくれた同じ事務所にいる仲間でして、もう本当に愉快な仲間たちという感じで協力してもらった私の一つのグループです。そうですね、本当にまさかこんなに何て言うんですかね、その時ライブでやるためだけの曲だと思っていて、だけど本当に出来上がってみて、私個人としてもそうだし、そのソライスというグループとしてもそうだし、その本当に何だろう、特別な存在の曲だったんですよ、茜という曲が。なのでこうして実際に本当に一曲としてレコーディング終わった時はすごく夢にも思ってなかったようなサウンドになって、もう本当に感動の一言でした。私はその両親に対しての思いだったりとか、そういう感謝だったり、そういう気持ちを言葉にしているので、やっぱり今現在親っていう方もそうだし、まだね、なんていうんですか、私と同世代の方もそうだし、あるいはもっと大人の方もそうだし、やっぱり誰しもあったその自分の幼い頃だったり、両親にすごくお世話になったなって言ったらおかしいんですけど、そういう思いが絶対あると思うので、皆さんに本当に聞いていただいて、そういう自分のその頃を思い出してもらったりとか、改めてそういう親にありがとうという気持ちを持ってもらえたら嬉しいなと思います。今までにない試みの作品になっていて、で私自身撮影をしながらコンセプトだったり、その絵コンテでのイメージだったりとかはちゃんと見てはいたんですけど、実際撮影をしながらどんな映像になるんだろうっていうのが自分にとってもすごい未知の世界で楽しみだったんですけど、でもなんていうんですか、アニメのアニメーション の, 女の子は私のその幼い頃というか少女時代の、絵ということで、どうでしたかね、可愛かったのかなと、そこがちょっと気になるところでありますが、今までの私の作品にはないまた PV になっているので、ぜひ皆さんにも見ていただきたいなと思います。今回のこの流れという曲は私にとっても本当に特別な存在の曲です。なので皆さんにとってもこの言葉を聞いて、あとこの音を聞いてもらって、何か誰かにまたありがとうと言いたくなったりとか、そういう気持ちになってもらえたら嬉しいなと思います。ぜひ聴いてください。